どうもどうもです。どうもドミクです。これは何ですか？これドーマンガニっていうカニでございます。割と獰猛なカニで、ハサミの力が1トンあるという、まさにあなたにもってこいのカニでございました。カニでございました。カニでございます。何してんの？1トンあるんだよ。糸でさ、ハサミが繋がってるから、触れるけど多分、ハサミ、あれしてたら多分アウトよ。うわ、いて。ハサミがやばくない？さて、やるか。二日酔いでトミックはやっぱカロリー高い。ハサミをオープンしましょう。多分もう糸切ったらもう取り返しつかないよ。ハサミ中央。今これでもう動かないよーってなってるじゃん。じゃあハサミ切りました。はい、パッ。そうよ。ハサミがもうやばいよ。はい。おー、来た。こちら挟まれてるけど、割れる感じはしないね。本当に1トンあんのか、こいつ。挟まれてみる。危ねえよ。挟む力とぶすっ。カニの。あいってー。ちょっとここにプツって穴ができたぐらいです。うわー、すげえ。なんか喋ってる。なんて言ってんの。なんて言ってんの。女性芸能人が一人旅行ってきたんですよっていうやつは大体彼氏と言ってる。そんな情報つない。今日は何を茹でるぜ。ドーマンガニの出汁を使ってね、お味噌汁、これがまた美味しいんだぜ。ほんとは今日毛ガニか迷ったんだよ。でもさ、やっぱドーマンの方がいいじゃん。力が強いから、その分やっぱりこう身がね、引き締まって美味しい。ヘヒポーの肉とダンテの肉どっち食いたいって言ったら、考え方がサイコパスだったじゃん。やっぱりハーゲンダッツめっちゃある。食べていい。あ、いいよ。うわーい。ハーゲンダッツ、よっしゃ食べようぜ。原型とどめてなさすぎるわ。どうもや、俺こっち。どう今度ちょっと確認してみて。うわー、いくぞ。いい、いい、いけい。あー、うわー、すごい動くぞ。うわー、赤くなった。うん、すげえ、カニのめっちゃいい匂いする。あったー。あー、カニ水しててやっちゃった。フィーバー、フィーバー。できましたー。じゃ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 ーん。できました、カニの味噌汁。はい、じゃあ、味噌汁からいただきます。そうですね、いただきます。あー、うめ。もう旨味の極みだ。カニをどうやって食べる？剥き方があって、おう、このビラビラがあります。はい、このビラビラを、うん、なんか出てる。うわー。おー、はい、おうまい。いいでしょ。うまい。うわ、これは、あ、うめえ。あのパワーがね、ね。チャンネル登録よろしく。